らくお待たせいたしました。これより女性5人組ダンスボーカルグループチェルシーの5枚目ニューシングルビビデバビデブのリリース記念イベント最終日を開催させていただきます。それでは登場していただきましょう。チェルシーです、どうぞ。
出身なんですけど、ここがね結構近いの。お、あのすごい近いわけじゃないんだけど、ゆまにとって近い。そう、ゆまにとって、ね、あの会場の中でもね一番近い会場なので、ね、嬉しい。ゆま、すごい嬉しい。出た。ごめんなさいね。ゆま、ゆまの嬉しい。そう、ゆますごい嬉しいんですよ。でね、今日こうやって最終日をねこの場所でできたことがすごい嬉しい、嬉しいばっかりでごめんなさいね。嬉しいもんね。そう、すごい嬉しいの。だからもうその気持ちをね全面にこの汗っかきの汗に出して、今日も一日頑張っていきたいと思います。今です、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日は金曜日ということで、お仕事、学校、お疲れ様でした。拍手。皆さんに拍手。はい、そんな中来てくださったということでですね、1週間の仕事の疲れってあるじゃないですか。ストレスもたまりますよ、皆さんだって。私たちだって。そう、頑張ったらね。そうだよね、人間だもんね。まあでもこの2週間幸せやったんですけど、あのだからね、あのチェルシーの曲で、まあ、次に披露する曲なんですけど、まあ、体も心もすっきりするような曲があるので、ぜひ皆さんと一緒に今日は楽しみたいなと思います。チェルシーのみえです、よろしくお願いします。はい、皆さん、私タイから来ましたレナーです。1週間、リリースイベントお疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんもお疲れ様でした。本当ですよね。今ビビ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 覚えてくれましたよね。ですよね。そうですよね。だから今日、今まで、今より、今までより、今までより皆さんと私たちと一緒に歌ってほしいな。そうだね、一緒に楽しみたいね、今日はね。だからあんまり喋りたくないんだけど、喋りたくない、したくて緊張するの、ね、今日緊張して伝わってる、すごい伝わってる。だから皆さん、チェルシー大好きよね。はい、今日も一日よろしくお願いします。はい、チェルシーのリーダーねねです。今日はですね、ほんとみんな言ってたんですけど、最終日です。最終日でこんなにたくさん皆さんがね来ていただいたっていうことは、もうそれ以上私たちもっと頑張っちゃうので、皆さんもそれについてきて最後まで楽しんでほしいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、私たち5人組、本当に個性豊かな5人です。よかったらね、今日は1人ずつの個性や名前、そしてね、雰囲気とかも全部覚えて帰ってください。それでは次の曲に行きたいんですけど、次の曲はさっきみゆちゃんが言ってた通り、そうですね、すっきりする曲なんですね。心も体もすっきりするようなかっこいい楽曲になっています。まあ、歌詞はちょっと恋愛の切ない曲なんですけど、皆さんにぜひやってもらいたい場所があります。じゃあそのレクチャーをですね、ラップ担当レナちゃん。ありがとうございました。もう気を待ってました。レナちゃん聞こえてました。ありがとうございます。はい、皆さん、サビ中に、なんだっけ、K-O-1-2-1-2 というところで、皆さん一緒に掛け声してほしいね。そう、掛け声しながら振りもおる。振りがあります。ぜひ振りはね、こう手をワンツーってパンチしてほしいんですけど、前の人をね、こうパンチしないようにいつもね、こう上にやってもらってるんですよ。だからね、今日初めて見たっていう人も上に、今日の一日の疲れを上に、はい、お願いします。だからね、毎日見に来てくれた方ですね、うん、やってくれない方もいるし、急ですよね。皆さん、ストレートたまないで一緒にやってください。うん、そう、やってほしいんだけど、ね、ちょっとね、会場の都合上大きい声出せないみたいなので、だから皆さん声出したいと思うでしょ。だからそのさっき今が言ってた通り、上に上げて動作で示してください。よろしくお願いします。こういう感じ。KO ワンツーやってみ、せーのせーの、 KO ワンツー、すっごい。いけるんじゃない、いけますよ、いきますよね、いきましょうか、ましょう。それではじゃあサビの部分の KO を皆さん一緒に参加して楽しんでください。それでは聴いてください、 KO。今夜の
もいらないもドレッシュゴー。ほらノーノーノー体がつまんなーなーなー震えて落ちてゆく。あ君だけは勝てないわ負けるだけ。心の中君が揺らしてどうしてなのいつの間にか元に戻らわ。 I'm going KOKそのワンマンライブにぜひですね、その関西とか名古屋の方々からもたくさん来てほしいなと思ってこのリリースイベントをさせていただきました。なのでぜひですね、このリリースイベントを通して少しでも本当にチェルシーのですねことを気になった方はぜひこの5月25日に渋谷リオミュージックエクスチェンジでワンマンライブがあるので全曲見れます。かっこいいし可愛いしセクシーだし、もう全てがですね本当贅沢なグループなんですよ。なので欲しくって絶対チェルシーのことをですね好きになると思うのでぜひぜひ来てもらいたいなと思います。リリースイベント最終日、こんなにたくさんの方が集まってくれました。ありがとうございます。はい、2週間ありがとうございました。今回このビビディバビディブーのリリースイベントとして2週間回ってきたんですけど、5月25日のね、あのワンマンライブのためにも、そしてこのリリースイベント、あのリリースするっていうことで、その2つをね、今回、なんて言うんだろう、5月25日に来てほしいっていう思いと、あのビビディバビディブーを聴いてほしいっていう思いで2週間回ってきたんですけど、本当にね、
あのスタッフさんもそうだし、ファンの方も、もう本当にみんなで頑張った2週間だと私は思っています。そうですね、5人だけじゃ絶対できないし、誰かファンの方とかスタッフさんがごめんなさいちょっとね、マイクに嫌われてるみたいはい、で本当にあの皆さんがいたからできたこの2週間のリリースイベントだと思ってます。たくさんの地方の方に出会えたりとか、また新しい、なんて言うんだろう、チェルシーを新しくこのリリースイベントで知ってくれた方とかもたくさんいたしごめんなさいなんて言ってたかはい、ちょっと大きな声で頑張りますね。はい、本当に皆さんがいたからできたリリースイベントだと思ってます。チェルシーをね、初めて知ったっていう方も、そしていつも応援してくださる方も、あの5月25日に私たちは絶対成功させたいライブがあるので、そのために私たちも頑張るし、皆さんも頑張ってくれてるのを本当にいつも感じさせてもらってるので、5月25日絶対成功させたいので、絶対絶対見に来てほしいです。お願いします。今日はありがとうございました。今日は集まってください、本当にありがとうございます。そうですね、私たち5枚目のシングルを今回出させていただいたんですけど、今回のリリースイベントはこうチェルシーとして3年やってきた中で、こう特にあのリリースイベント期間中に、あ、リリースできてよかったなって感じることが、個人的にというかすごく強くてですね、でもそれはやっぱりスタッフさんの温かさだったり、ファンの皆さんが応援してくださってて、必ず一緒に上に行こうねって言ってくださったりとか、あの遠征で遠い中来てくださったりとか、こうして忙しい中集まってくださったりとか、そしてですね、あの大好きなメンバーと回れたことが本当に私の中では幸せでした。だから今日が本当に寂しいんですけど、5月25日、もうすぐワンマンライブ、その日が3周年になるんですけど、はい、あのそれに向けて、その残り短い時間なんですけど、その中でそのできる限りできることを全部やってベストを尽くしたいなと思っているので、ぜひ皆さんに来ていただきたいです。そしてこのリリースイベントで感じたことがたくさんあって、その気持ちを全部ワンマンライブでぶつけたいなって、もう日々のライブでぶつけていきたいなって思っているので、はい、皆さんに来てもらって受け取ってもらえたら嬉しいなって思ってます。そしてやっぱりこう皆さんがいてチェルシーのパフォーマンスって成り立つんですよね。あのどんだけいい音楽があっても、いいメンバーがいても、皆さんがいないとダメなんですよ。だから本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、あんまり長く喋れないですけど、今日は集まってくれて本当にありがとうございます。まずスタッフさん2週間とってもありがとうございます。お疲れ様でした。そして最初から見に来てくださったファンの皆さん、今まで応援してくださって本当にありがとうございます。そして可愛いメンバーずっと一緒にいてくれてありがとう。はい、そうですよね、短い間もっと皆さんと近くなった気がします。いいですよね、嬉しいです。はい、あんまり終わりたくないし、でも終わっちゃうですよね。はい、明日もライブもあるし、5月20日も15日ですよね、ワンマンライブありますので、チェルシーを気になり、そう、あれだ、気になったチェルシー、また不足になりそうだったら、ぜひチェルシー会いに来てください。待ってます。皆さん大好きです。ありがとうございます。はい、あのみんなの感想を聞いてもらったんですけど、私たちチェルシー本当に一つのリリースイベントだったり、ワンマンライブだったり、イベント活動すべてに全力を尽くして活動してます。だから今日初めて見た方はね、あ、こういうグループがあるんだなっていうだけでもいいんですけど、もしよかったら
そこでいっぱい皆さんとコミュニケーションできたらいいなと思うので最後まで楽しんでください。ありがとうございました。はい、というわけで次の曲、最後の曲、ビビデバビデブーを披露させていただきたいと思うんですが、しんみりしなふだよ。すっごく今までで一番可愛くて明るい曲なんだから、皆さんもなんかそうね、なっちゃダメだからね、みんなちゃんとライブを楽しんでください。そうね、皆さん一緒にビビビデバビデブー言ってくれたら、私ちょっとなんかテンションが高くなるかも。でもね、ここあんまり声出しちゃいけないから、心の中で言ってもらおう。少しずつやってもらおう。そうだね、近くで。じゃあみゆちゃんがそこを言う、サビの前に言うから、ビビデバビデブーって心の中で唱えてください。そうね、そしたら私たちもパフォーマンス頑張るので聞いてください。
リリースイベント最終日、あの曲披露しちゃいましょう。行っちゃいましょう。ミステリー。
25時に待ってるから絶対みんなそこに集合だからね。分かった分かった、来てください、よろしくお願いしますというわけでね、じゃあ動画を撮りましょう。お花を持ってアイリー泣くな、ポロポロ泣くな泣くなじゃあ行きますよ。皆さんから見て右側から映しますね。メンバー取った方がいいかも。ごめんなさいね、グダグダで。いきますよ、せーの。ありがとうございます。ありがとう、イエーイ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 、ありがとう。 OK、 映りました。多分映ってる、切れてたらごめんなさいというわけで、本当に本当に本当にリリースイベント無事完走しました。この後の特典会もですね、あるのでぜひ皆さん楽しんでください。よろしくお願いします。